さんに、まず不正義での新しい挑戦に向けての、決意と意気込みを改めてお願いします。まずこのクラブに来れて大変嬉しいっていうことと、まあ、厳しい戦いがこれから始まるんで、それはまあもちろんチーム内でのスタメン争いもそうだし、チャンピオンズリーグなど、まあ、リーグ戦も含めてですね、厳しい戦いが始まるんで、まあ、しっかりとチームに貢献できるように頑張ります。はい、日本代表を経験したサイドバックが2人揃って、あ、ごめんなさい、フジテレビの目覚ましテレビから派遣されております、荒木と申します。日本代表を経験したサイドバックが2人、チャンピオンズリーグで、共演ということになるかと思うんですけども、その辺の抱負を聞かせてください。まあ、僕としては初めて、まあ、海外のチームで同じチームに日本人がいるっていうところで、しかも、まあ、右のサイドバックのひろきと一緒にプレーできるということは大変嬉しいのと、プラス、まあ、2人でチャンピオンズリーグを戦えるっていうのは、まあ、日本代表のこの誇りを持って僕たちのこれまで、まあ、戦ってきた経験を胸にいい結果を残したいなと思います。テレビ朝日の金指と申します。まもなく34歳になられる中でのこの新たな挑戦となりますけれども、その年齢の面では何か考えてらっしゃることってありますか？まあ、全く関係ないと言いますか、全く気にしてないんでここに来たっていうことですね。とにかく、簡単な道よりも厳しい道を選びたいという、まあ、自分自身の哲学があるんで、この、まあ、戦いもスタメン争いもそうだし、チャンピオンズリーグ、あとはフランスリーグも含めてですね、すごく競争が激しい、リーグだと思うんで、まあ、年は関係なく挑戦しました。共同通信の木村と申します。マルセイユから最初にオファーが来たと聞いた時の最初の気持ちと、マルセイユに行くことを決意した、決め手となる理由というのは、まあ、まず2週間前ぐらいですかね、大体そのぐらいにオファーの話が来て、まあ、実はその、まあ、13年前にマルセイユに大学選抜として僕は遠征に来てまして、このトレーニング場でマルセイユと試合をして、まあ、点を決めてですね、その時に、まあ、スタジアムにも試合見に行ったんですけど、もしかしたらここ点を見て僕にオファーが来るかもって当時一瞬だけ想像したっていう、まあ、時があってですね、そこから13年経って、まあ、本当にオファーをもらえて、なんかすごく、まあ、まず鳥肌が立ったのと、まあ、すぐにこのチームに行きたいということを、まあ、代理人の方に伝えました。酒井選手のインスタグラムにチームメイトとこうなんか馴染んでる様子っていうのは上がってたと思うんですけど、このチームメイトたちの印象っていうのはいかがですか？もうめちゃくちゃいいですよ。すごく、まあ、親しみやすいし、みんな明るくて、まあ、すごくいいなと思いますね。まあ、僕自身コミュニケーションの部分は全くその何て言いますかね、得意分野でもあるんで、行った初日から多分ひろきよりも馴染んでましたね僕の方が多分5年ぐらいいるんじゃないかっていうぐらい馴染んでたんじゃないかなと思います。はい、今は不安よりも期待が大きい？もちろんもちろん期待の大きいです。語学が堪能でいらっしゃると思うんですけれども、YouTube ではまだフランス語ボンジュールとメルシーだけだっていうようなことを、はい、おっしゃってましたが、フランス語の習得は問題なさそうでしょうか？そうですね、とりあえず、まあ、ヒロキよりも1ヶ月2ヶ月先ぐらいにはヒロキよりも喋りたいなっていう目標で頑張りたいなと思います。まあ、スペイン語、チームメイトともイタリア語スペイン語英語でもコミュニケーションを取れますし、またフランス語を覚えると、まあ、どの選手ともコミュニケーションを取れると思うんで、フランス語の習得頑張りたいと思います。今回は単身ご家族とは離れて単身赴任という形になります。そうですね、まずは。はい。なんか奥様のアイリーさんはなんか移籍について何かおっしゃって？いえ、すごく喜んでましたよ。はい。まあ、僕が選んだ道っていうのをずっとどこに行っても応援するということを、まあ、言ってくれてるんで、
まあ、今回 の, あの、まあ、大きなクラブに、あの素晴らしいクラブに、まあ、ご縁をいただいて本当に彼女もすごく喜んでました。動画あったと思うんですけど、はい、ちょっとまあ辛い別れというかそういう気持ちもやっぱり、まあ、別れはねいつでも辛いですけどね。ただこれはもう家族として、まあ父として夫としての大きな決断だったんで、まあ、そこは覚悟を持って家族のためにも頑張りたいと思います。フランスのリーグワンといえば、パリ・サンジェルマンが一番の強豪なんですけれども、ガラタサライの時に一度当たられたと思うんですが、その辺の強い選手との対決というのは楽しみですか？まあ、そうですね、チャンピオンズリーグで去年パリとやってボコボコに叩かれてるんで、まあ、その悔しさは残ってますし、まあ、この悔しさを晴らすっていう舞台がね全て整ったかなと思います。まあ、マルセイユというクラブにこれで次はパリを叩きに行きたいという強い意気込みでいますね。ちょうどパリ戦なんですけれども、はい、他の人たちは6月から練習してて、はい、長友さんはこれからすり合わせていかなければいけないんですが、はい、いつ頃までに自分がそうチームの中で準備万端になると。まあ練習はしてきてたんで、まあ、チーム練習はできてないですけど個人ではトレーニングできてましたんで、まあ、ここからチームの監督の戦術だったりとかトレーニングをしっかりと励んで、なるべく早く、まあフィジカルコンディションもそうだし、まあ、チームの戦術も含めて馴染みたいなと思います。時事通信やりすぎた。アンケージアプレーズ、よろしいですか？時事通信です。 YouTube の中でフランスのイメージはやっぱり料理が食事が美味しいとおっしゃってたんですけれども、はい、マルセイユはブイヤベースがかなり名産として有名なんですけれど、はいはい、何か美味しいものとかを召し上がりましたか、こちらに来て。いや、まだホテルからそこまで出てないんで、まあ、コロナの状況もあるんでレストランにはなかなか行けてない状況ですね、はい、ただいただきたいなと思います。また時間があって行ければ、はい、ここが美味しいとか情報をいただいたり、まあ、情報はたくさん聞いてますよ。今聞くだけ情報を貯めてますね、はい、また落ち着いたら行きたいなと思います。監督はそのやっぱりチャンピオンズリーグに行ったことなく経験でも何も教える必要がないので、その経験をやっぱり頼みにしたいという話をしていたんですが、やっぱり選手にとって CL に出るというのはすごくこうモチベーションが高まることだと思うんですが、ここでマルセイユとして CL に行くことへのこう喜びというか思い入れみたいな、まあ、ガラタサライでもチャンピオンズリーグ戦えて2年間戦えて、でまたこのねチャンピオンズリーグに出るこのマルセイユというビッグクラブでまた CL で戦えるっていうところで、まあ、また一つ僕の夢が叶うなというところですね。 もちろん勝つためにやるんで出るだけが目標ではないんですけど、まあ、ここに出れるっていうのはどのサッカー選手も夢を抱きますし、まあ、本当にもうワールドカップとチャンピオンズリーグっていうのは特にねやっぱり一番レベルの高い大会だなと思うんで、まあ、すごくワクワクして興奮してますね。オフの期間にかなり YouTube でいろんなところにご出演されてたかなと思うんですけれども、このオリンピックマルセイユに加入されてご自身の YouTube で何かクラブと一緒にやりたいだったりとか、こんなことをしたいなとかいうのはありますか？いや特に今はないですね。とにかく今は集中してコンディションとチームに馴染むこと、まあ、だいぶ馴染んでるとは思うんですけど、まあね、もっとより一層馴染んでまずはチームに貢献したいという気持ちがすごいです、はい。マルセイユ その公式のソーシャルメディアのアカウントなんかでも、まあ、長友選手に対してこうサンダースピードとかです、ね、普段のランナーとかっていうのキャッチコピーをもうつき始めてて、はい、すごくこう期待感が伺えるんですけれどもその辺についてこうどんな思いがありますか？まあ34歳に来月になりますけど、まだまだ若手以上に走れると思ってますし、まあ、それは去年のガラタサライでも試合とかの、ね、データを見ても若手よりも誰よりも走ってたんで、まだまだ長友健在だっていうところをマルセイユのサポーターにも、まあ、見せたいなと思います。今左サイドバックにアマビという選手がいるんですけれども、これからまたその選手との競争とかもあるんですが、ポジションをこう獲
得するための競争についてはどのようなところで？いや、競争はウェルカムですね。もう本当に競争は大好きで、ただまあ、たくさんね試合があるんで、まあ、リーグワンもありますし、リーグ戦、チャンピオンズリーグ、カップ戦もあるんで、まあ、みんなが必要ですよね、チームは。なんで誰がどんな状態で、まあ、呼ばれても出てもチームのために貢献できる、まあ、そういう、まあ、自分自身も気持ちと準備を持ってやっていきたいなと思います。Whatever you want. I just want to ask you, what do you expect from him? You said the experience, yes. Because he played in Champions League, but as a player, because the experience is very ambiguous, yeah. Precisely because he's very attacking side back. Yeah. So this kind of things. Oh, we first of all, we are very pleased to have you two here. This was one big question for us. Is not only is football side, but also personality and experience and maturity. Me and Pablo, we have spoken that this could be a good solution for us because we don't need to teach you two anything regarding the fullback position. He knows what we want, he knows what we expect, and we know, me and Pablo, we know what we can get with him. He knows the game, he knows how to defend, he knows how to attack, and he gives this option for us to, whenever we have a problem in the left side, that we can count on him. Of course, we will let him compete. It's been a long time since he hasn't played. We will let him compete for the position. And of course, whenever he's ready, we know that we can count on him. Bonjour. J'ai une question par rapport à Hiroki. Est-ce que sa présence, sa réussite a joué dans son transfert, ou est-ce que le fait que lui, il est japonais, est-ce que ça a joué? Enfin, comment ça a fonctionné en fait? Oui, j'ai parlé avec Hiroki, peut-être. Deux semaines avant de notre premier appel avec Yuto. Pas de son arrivée ici, mais mon premier appel à Yuto. J'ai parlé à Hiroki, à Materazzi, à Falcão, tous ces joueurs qui m'ont parlé très bien de lui. Et avec Hiroki, c'était la même chose. J'ai demandé un peu comment est-ce que ça va, qu'est-ce que Yuto va faire avec sa carrière, qu'est-ce qu'il veut faire, peut-être il veut rentrer au Japon, ou s'il veut continuer en Europe, des choses comme ça, comment est-ce qu'il était dans le vestiaire comme personnage. Et après, toutes ces personnes ont parlé très bien de lui. Sur l'aspect joueur, on n'avait pas de doutes. Et c'est pour ça, à la fin, qu'on a fait notre premier appel à YouTube pour lui venir ici. On a, de toute façon, on a rigolé quand même, parce qu'entre nous, on dit que c'est Yuto qui va aider Sakai à son intégration à Marseille. Parce qu'il parle plusieurs langues, il est un joueur expérimenté. Mais oui, je pense que c'est bon pour tous les deux, c'est bon aussi pour Sakai, parce qu'il avait besoin aussi d'une personne de sa confiance autour de lui. Et cette saison est aussi une saison importante pour Hiroki aussi. The direct side, English is fine. Yeah, of course. And how you find the Yuto? And then what is your points that you decided to engage with? To have him for Marseille? Good afternoon, everybody of you. What I feel, I've worked in Italy for so many years. So during all the years I've worked in Italy, Yuto was playing in Italy, especially for Inter, so I had to play against him. And he's the main example of professionalism. He's the great example on how to work hard, regularity, and of course, he was continuously in the same level for so much time. Watching the games in Galatasaray, he's a winner. They won the league, they won the cup, he's a player
who is habituated to play with the pressure. He's habituated to play big games because, well, during the last seasons, he played almost all the games in Champions League for his team in Turkey, Galatasaray. My point, he's a player that will help us very much for his experience. And of course, he's a fighter. He's a warrior. As he said yesterday, he's a samurai coming here to help us, especially to reach our goals. And of course, to complete our defensively roster and the position, especially the position of left back. So you know him since era of Italy? Yeah, I was in Atalanta as a scout. He was playing in Inter. So all the time I've been in Italy, as because I work in Atalanta, Sassuolo and Juventus. He was playing in Italy, so I watch almost all the games he played in Italy. So. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.